その腰痛、心が疲れているサインかもしれません。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん昼食です。皆様は腰痛に悩まされたことはございますでしょうかね。何か重たい荷物を持った時に筋が違って痛くなったとかね、筋肉痛などとはまた違いまして、特に何もしていないのに体は痛って元気なのにね、腰に痛みを感じる鈍痛のような痛みなんですけれども、実はその腰痛、何かを手に入れたい、何かを絶対実現したい、叶えたいというね、そういった強い願望を抱いているタイミングで現れた痛みかもしれませんよ。もしそうしたタイミングで現れた痛みだった場合ね、それは肉体的疲労というよりも精神的なあなたの心理状況とリンクしている可能性がございます。だとしたら、自分のメンタルが今どういう状況なのか、今何を考えているのか、ちょっとね立ち止まって考える時間を設けなさいよというね、そういったスピリチュアルサインということが考えられます。そこで今回はその腰痛のスピリチュアル的な意味や腰痛の対処法などについてお話しさせていただけたらと思います。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。また公式LINEやね、コメント欄へのメッセージもお待ち申し上げておりますね。それでは行ってみましょう。腰というのはまさに体の要ですよね。そんな腰に痛みがあると、何をするにも痛みに意識が捉えてしまって集中力に欠けてしまいます。いちいち痛みが走りますのでね、これ気分も暗い気持ちになってしまうもんでございます。腰痛になるには健康面の原因がほとんどなんですけれども、それ以外にも考え事や心配事があるなどのね、そう、精神的なものが原因でおかしくなることもあるようでございます。そしてそこにはスピリチュアル的な意味が隠されていることも少なくございません。スピリチュアルの観点から見ますと、その体調の変化にはこれはね、腰痛に限らず全て意味があるとまで言われております。つまり魂からのサインが体を通してあなたにメッセージを送っているということになります。その中で腰痛に込められた基本的な意味合いとしましてはね、あなたは何かに対してマイナスの感情を抱いていますよというね、ネガティブな警告サインということになります。今現在自分を取り巻いているその環境に対して納得がいかないなどの時にはね、ちょっと立ち止まって考えてみましょうというメッセージが腰痛として現れるなどと言われております。腰痛のこの痛み度合いによっては強制的に体を動かせない状態にさせられることもあるようですよね。ではそんなね、精神的なネガティブ感情にはどういった心理的特徴があるのか、ここからね一つずつ取り上げてお話してまいりたいと思います。その腰痛、心が疲れているサインかもしれません。腰痛が辛い人に考えられる心理的特徴6選、1つ目は仕事に関して不満を感じている。これはね、結構皆さんね抱いてしまうことかもしれませんよね。でもそうしたね、仕事に関して不満を抱いてしまいすぎますと、腰痛を引き起こしてしまう引き金になってもしまいます。特に人に何かを頼むのが苦手でね、何でも一人で片付けてしまおうとされる性格の人は要注意ですよ。一人で抱え込んでしまって結果的に無理がたたって精神的なところからね、この腰痛を引き起こしてしまう可能性がございます。私たちの腰の骨というのは体の中心にございますよね。つまり腰骨というのは私たちのこの体のバランスを支えるサポート役を担っております。お仕事で人に頼れないでおりますとね、ここの中心のバランスが崩れて腰痛として現れてしまいます。腰痛サインが現れたら無理せず自分にもっと優しくしてあげてみてくださいね。転職サインの可能性もございますので、具体的に検証してみられるのもよろしいかもしれません。腰痛が辛い人に考えられる心理的特徴6選、2つ目は怒りの感情を我慢している。いろんな感情を持つ私たちなんですけれども、その中でも怒りの感情というのは一番パワーがある感情だというふうに言われております。ただその感情をね、この怒りの感情を前向きに奮起する燃料として使う場合はある意味とっても有益な力になり得るんですけれども、気持ちを上手にね、この転換できずにおりますと、基本的に怒りの感情はネガティブなエネルギーですので、心身への負担が大きくて重たくて体全体のエネルギーの流れを滞らせてしまうことになります。怒りの感情を我慢しておりますと、その負のエネルギーが体のつなぎ目となりますこの腰に溜まって、結果として腰痛を引き起こしてしまうということになります。ちょっとしたね、この怒りの感情でもね、徐々にそのエネルギーがね、その念が蓄積することによって重い腰痛になることもございますので、これ要注意です。怒りを感じたら我慢せずに手放すか、さらに上手の人っていうのはそれを次の段階へとね、ステップアップするための燃料に転換するか、意識をしっかり持って怒りの感情を上手に扱うように心がけてみてくださいね。腰痛が辛い人に考えられる心理的特徴6選、3つ目はパートナーに不満が溜まっている。
まだね、男女のね、このお付き合いが始まったばかりとかね、お付き合いの段階ですと、その大切なパートナーとなかなか連絡が取り合いないですとかね、あるいは夫婦の間柄でも意思の疎通ができなくなってね、この心のすれ違いが多くなったと感じている場合、それは不満というネガティブな感情となって蓄積していってしまいます。特にご夫婦の場合は一緒に暮らしていらっしゃることも多いので、目に余る言動が増えてしまうことも少なくないでしょう。そうしたパートナーに対してのストレスが心身に影響を与えることにもなります。相手は相手でね、本人の中に抱え込んだあなたに対するストレスが蓄積している可能性も十分に考えられますよね。お話しなさる際は感情的にはならずに、どちらかがね、このマウントを取るんじゃなくて、冷静にお話をする有益な時間を設けるようにしてみましょうね。腰痛が辛い人に考えられる心理的特徴6選4つ目は、金銭面での不安がある。私たちが人生を生きる上で必要不可欠なものの一つにお金がございます。贅沢はするわけではないんですけれども、生活するために最低限のお金とか貯金は誰にとっても生活する上での柱となるものでございます。生活の要となる金銭面に不安を抱えておりますと、私たちのこの体の要である腰に警告サインが現れます。人生に対して前向きでおりますとね、腰の状態も安定すると言われておりますよ。実際お金で悩み苦しんでいらっしゃる人も少なくありませんし、そういう方は職場環境も含めましてね、人生の見直しが必要であることは間違いございません。ただね、中にはこれ旗から見ればね、さほどお金に困っているような状況ではない人がなぜかいつもね、お金がないお金がないと言って落ち着きがない人もいらっしゃいますよね。そういう人はお金や自分自身に対する思い込みが強くて、考え方が偏ってしまっている可能性が考えられます。そうした執着を抱いている時に、考えを改めなさいよという意味の警告サインとして腰に痛みを抱えるという場合がね、これございますよ。あるいはそれとは違った意味合いでね、そのお金への価値観とか執着を抱いているがゆえの腰痛という可能性も考えられます。これはね、どういうことかと申しますと、お金というのは汚いものとかね、悪いものだと捉えてしまっているという可能性がございます。お金自体ね、これ良いも悪いもありませんよね。そのお金を使われる人の気持ちが何より大切なんです。なのにお金は汚いものという曲がった価値観によって、今度は自分自身に価値がないとまで思い込んでしまう、この負のスパイラルに陥ってしまうことがございます。そうなってしまいますと、人生で味わえるはずの豊かさを感じることもできずに、良い運気の流れが滞ってしまいます。人生の価値を見つめ直されて、曲がってしまっていたその思考の癖を正す意識を持つことから、ぜひね、始めてみましょうね。腰痛が辛い人に考えられる心理的特徴6選5つ目は、職場の人間関係でストレスを感じている。職場というのはね、これいろんな価値観を持った人と関わり合う場所ですから、馬の合う人合わない人など、これ様々な価値観が交錯する場でもございます。そうした価値観の異なる人たちと触れ合う中で、知らず知らずのうちにこのストレスを抱えやすくなるのもこれ言わずもがなんですけれども、そうしたストレスを受けやすい人、あるいはストレスを受けやすい職場環境などなどね、このストレスを抱える原因にはいろんな理由が考えられます。そんな理由の中で共通する理由を一言で言いましたら、やはりね、人間関係と言えるでしょう。上司に不満がある、同僚との仲がうまくいってないなどの状況を我慢しておりますとね、体の要は腰、腰痛となって現れてしまいます。腰痛が辛い時は、職場の中であなたに嫌な緊張感を与えるような人物がいるのかいないのかどうかね、ぜひね、考えてみましょう。もし該当するような人物がおるようでしたら、付き合い方、その人との関わり合い方を見直されて、できるだけ精神的な距離を取るように工夫なさってみましょうね。腰痛が辛い人に考えられる心理的特徴6選6つ目は、自分の人生に関して不満を持っている。今現在の自分が何かに対して具体的な不満を抱いているのか否か、これね、一度冷静になって頭をクールにして自分を見つめ直してみてくださいね。そうして考えた末に、ただ漠然と不満を抱いていることに気がつかれたら、生活リズムを変えるとかね、生活環境の空気を変えるなどされて、周囲の環境をあえて変える意識を持つことが大切です。不満の正体が明確にならないまでも、言葉にできなかった不満の解消につながる可能性大と言えますよ。でももしね、具体的な不満の原因とかストレスを与えてくる人が分かれば、その時はね、もっと具体的な解決方法も考えられますよね。ストレスを発散するためには、自分の心が喜ぶような自分が楽しい時間を持つこともこれ有益なことでございます。ちょっと意識なさってね、そういう自分の時間を取るようになさってみてくださいね。ということでまとめ、腰痛が辛い人に考えられる心理的特徴6選1つ目は、仕事に関して不満を感じている。2つ目、怒りの感情を我慢している。
3つ目、パートナーに対する不満が溜まっている。4つ目、金銭面で不安がある。5つ目、職場の人間関係でストレスを感じている。6つ目、自分の人生に関して不満を持っている。以上6つの心理的な特徴についてご紹介させていただきました。腰痛といってもね、これ右側が痛いのか左側が痛いのかによってもね、スピリチュアル的な意味合いが変わってまいります。腰痛に悩んでいらっしゃる人は左右の腰のバランスがどうなっているのかもぜひねチェックなさってみましょうね。スピリチュアルの観点から見ますとね、右側なのか左側なのか、どちらが盛り上がっているかによってもこの腰痛の持つ意味合いは変わってまいります。左右のバランスを見られることで、あなたが何を我慢していらっしゃるのか、何に怒りを感じてストレスを溜め込んでいらっしゃるのかが分かります。それではまずね、左側が盛り上がっていたい場合、人間関係に問題を抱えている可能性があると見ます。左の手のひらというのは外界からのエネルギーを受け止める力がございますので、左手のひらからエネルギーが流れ込みやすくて、あなたの環境や周りにいる人たちの影響を受け取りやすいとも言われております。もし人間関係があまり良くないと、マイナスのエネルギーが取り込まれてしまって、左側の腰に蓄積されて気持ちね、こう盛り上がってきます。人間関係の問題が改善するとね、この盛り上がりも自然と改善していくはずでございます。ではもう一歩のね、右側が盛り上がってる場合、同じ人間関係でも少しねニュアンスが違ってまいります。あなたが自分よりも周りの人のことを優先しすぎている可能性がございます。右の手のひらというのは左手とは逆にね、内側から自分のエネルギーが放出される場所でもございます。つまりあなたが誰かにエネルギーを与えすぎていますとね、それがダメージとなって右側の腰が盛り上がってしまうというわけでございます。人にパワーを注ぐっていうのはね、これとっても尊い気持ちなんですけれども、まずはそのパワーを注入できる自分自身を充実させておくことが何より大切ですよね。自分を優先させる生活を送られることで自分のパワーを充電できます。そうやってパワーが満たされている人だからこそね、人のケアができるあなたでおられるはずですからね。腰痛の警告サインが出ているならばなおのこと。仕事や人のケアはほどほどになさってね、今は一旦ね、自分自身のパワー充電に力を注ぐようにいたしましょうね。腰痛の警告サインが出た時はまず自分自身をね、いたわることが何より大切ですよ。ゆっくりとね、湯船に浸かるなどして腰を温めてからさすったりね、ほぐしたりしながら自分の心身や意識を向けるようにいたしましょう。自分自身にね、我慢しなくていいんだよって優しい言葉をかけながら、こうやってね、ケアしてあげてみてくださいね。それが怒りや不満などのストレスをうまく解消する方法でもございます。腰痛の警告サインが出ている人もそうでない人も、また腰痛が改善したという人にもね、皆様にこれお勧めしたいのが、心と脳にアプローチするマインドフルネス瞑想の実践でございます。ストレスの解消はこれもちろんのことなんですけれども、万が一体のどっかに痛みが出た場合でもね、その痛みをコントロールすることができるようにもなりますよ。慢性痛は身体的な痛みの解消に加えて、精神的な苦痛、絶望感、無力感などなどのね、そういった感情のケアにもつながります。マインドフルネスヨガとか瞑想というのは、常に今の自分を観察する時間を持つということです。細かいことを頭の中で考えずに、静かにね、自分の心の声に耳を傾けてみましょうね。ポイントはゆっくりとね、大きな呼吸を繰り返すことでございます。マインドフルネスというのは、心を今に向け不安やストレスを軽減させる心のトレーニング方法でもございます。いろんなパターンのね、実践方法がありますので、ぜひねご自分に合ったものを選ばれて、ぜひ実践していただければと思います。いずれの方法も、自分が置かれた現状をありのままに受け入れて、今ここにね意識を置くことを目指すものでございます。そもそもね、マインドフルネスと仏教との関係っていうのは、これ切っても切れない関係にございます。アメリカのマサチューセッツ大学名誉教授でもあるジョン・カバット・ジン氏がマインドフルネスを世に広められたわけなんですけれども、その方法のきっかけとされておりますのが、曹洞宗の開祖である道元禅師の禅であると。つまりマインドフルネスは仏教由来であるということをね、発案者であるジョン・カバット・ジン氏が明言なさっておられますのでね、これはね、仏教との関わりが深いということは間違いございません。そんなマインドフルネス瞑想を実践なさればね、心の安定を持って、そしてね、精神の健康を保てますよということが科学的に検証もされております。今この瞬間のね、体験に意図的に意識を向けられて、何の評価も下さずに、何者にもとらわれない心の状態をただただ感じる時間、それがマインドフルネスというものでございますので、体の不調として現れたその腰痛の警告サインをきっかけにね、あなたのライフスタイルに自分の心に帰るお時間を設けられてみるのはいかがでしょうかね。
このチャンネルでもね、瞑想についてのレクチャー動画をいくつか配信しておりますので、ぜひね、私と一緒に心身のバランスを整える時間を設けてみましょうね。気づけば身も心もすっきりしていてね、あなたらしい日々を過ごせるようになるかと思いますよ。さあ、ということでね、今回は腰痛のスピリチュアルサインについてお話しさせていただきました。ネガティブなマイナスエネルギーは体の要でもある腰に溜まりやすくて、それが腰痛の原因ともなっている可能性があるということでございます。そんな腰痛を改善するためには、外界からのケアに加えてマインドフルネスなどの時間を設けることで、精神的な原因についても考えてみるようになさってくださいね。はい、ではね、今回の話は参考になったと思えたそこのあなた、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。またコメント欄や公式 LINE のメッセージをお待ち申し上げておりますね。それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。